始まりました、小悪魔ビーム、かっこかり第7回となりました。こんばんは、コアです。はじめましてのことははじめまして、心からの愛を届けます、下心満載です。よろしくお願いします。ですね、こちらの番組は私が月2回小悪魔になって、日々の鬱憤や愚痴を話そうという番組です。ゲストの方と一緒にゲストの方の愚痴も聞けたらなと思っております。ということでです、今週の大暴露を一つ、ですね、ついさっきなんですけど、初めて男性になりたいなっていうふうに思いました。何があったかというとですね、先ほど渋谷駅ので行われていた MC バトルに初めて参加したんですよ。それがめちゃめちゃ楽しくてですね、でもすんごいドキドキだったんですよ。初めて行ったんで、しかも一人で、そしたらほぼ男の人しかいなくて、だからすんごいアウェイで、ちょっとこう、あの子大丈夫そうみたいな感じの視線も感じながらいたんですけど、はいでもね、結局そのバトルが始まってめっちゃ面白くて、女性も、ね、出てきたんですよ、少し一人だけで。その女性が結局最後の、トーナメント残って強くて、だからちょっと女性もいけるんだなということでね、めちゃくちゃ面白くて、また私もあの場に立ちたいなと思いました。ということで、今日のゲストは堀好みさんです。イエーイ。なに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 、はい、どうもこんばんは。あ、チャック閉めた方がいいですかいや、何なんですか、何の動物なんですか今日は。コアちゃんとお揃いで猫ちゃんにしてきました。いや、まあそうなんですけど、はい、猫なのか、なんかこのなんか汚らしいこのダルジみたいな、おこれ天下のジャッピケ様やぞいや、なんか色が汚らしくて、なんかカビゴンなのか猫なのかよくわかんないし、タグもついてて、タグはちょっと、メルカリいつか出せるかなと思って、そういつか出せるかっていうか、なんかね、もう関西人なんですよ、せっこい、はい、いやでもやっぱり商売根性がないとこの業界生きていけないじゃないですか、後輩今なんで先後輩、いやだって先輩言ってかけたけど芸歴私の方先輩だなと思って実際そう、はい、その笑い方やめて。どんな笑い方これ人をバカにして違う育ちの良さが出てるんだよ。いや、よくない自己紹介お願いします。はいあなたの好みは堀好み。違うわ、このみんこと堀好みです。よろしくお願いします。お願いします。久々にこれやったわ、違うわ。そう、私がね、突っ込みますから、はい、2回目ですが、いかがですか前回は。前回は、うん、でも前回は結構上品に来たんですけど、今回はちょっとグラビア寄りということだったんで、はい頑張ります。前回も上品、はい、まあそうですね、うん、めっちゃねラップバトルをやってくださって、うん、ボンキュポンボンも、はい、堀さんがちゃんとできた。そう、はい、できた。私はできなかったっていう、そんなね、グダグダな回でしたね。そうです。あ、でも記念すべき100回でしたよね。そうそうだったんですよ。今日は2回目にご登場いただきました堀好みさんです。ありがとうございます。一応ね、自己紹介というか他己紹介、はい、大阪出身で私と同じく FOG です。釣りガールです。初代ミス夕刊富士子準グランプリ、グラビアアイドル、最近はラウンドガールとしても活躍している堀さんです。はい、お願いします。ありがとうございます。お願いしますお願いします。最近どうですか。最近、うん、すごいざっくりしてますね。あ、でも今年はやっぱグラビア頑張ろうと思っている年なので。噂によればまあ噂によれば、あれがあれなってああなる予定でございますね。それまだ言っちゃダメなんですか。まだ確定ではないんで。言っちゃダメ。そう、一応ね、まあ出してはいるんですけど。出してはいるんかい。まだでも、もしね、これで受けなかった時とかね、どうするんだいみたいな。いや、いいじゃないですか、言ってるんでしょ。そうですね、まあ今年はちょっと SNS も強化するということで、はい、ミスフラッシュ2025年のオーディション、受けたいなと思ってるんですけど、まあまだ
予定は未定ということなので、はい、皆様あのよろしくお願いいたします。でもこれはかなりの大きなことですよね。そうですね、大チャレンジですよ。だって、はい、ロングオーディションで、そうめっちゃ長い、多分一番長いオーディションじゃないですかね、あれ。半年ぐらいやるからね、あのオーディション出られた先輩として何でも聞いてください。はい、なんかありますか、そのこれやった方がいいよとか、こういうことをなんか配信でやりましたよとか。いやまあ何でも聞いてください。あれ今聞いたよな。今聞いたよな。つどつど聞いてください。つどつどですか。うん、あ、わかりました。ちょっと何か困ったら、うん、はい、聞きたいと思います。今は聞いたんだけどな。つどつどね。はい。つどつど聞いてください。頑張ります。ということでミスフラッシュ2025に参加する、はい、堀さんとグラビア。予定頑張る。頑張ります。乾杯。いただきます。お疲れ様です。お疲れ様です。イエーイ。え？ということでね、今日もコメントをお待ちしてるんで、はい、あの皆さん大募集してます。コメント募集ください。早速なんですが、はい、あの動きのある企画をやりたいなというふうに思いまして、はいはい、普通はトークをいつも先にやってるんですが、はい、あの堀さんは2回目だし、はい、あのそろそろね、本当気を使わなくていいあの間柄になってきたと思うので、あのグラビア対決をはいやっちゃいます。気を使わんからグラビア対決はちょっとよくわかんないですけどありがとうございます。やりましょう。さすがのツッコミですね、はい、もうあのリスナーのみんな準備できてる、できてますか？まだコメントがないですが、はいね、こちらはあのコメントのなんかだどっちかどっちでたな決まるんですか、勝敗は。そういうことですコメントがあれあれあれ、コメントでどっちが良かったかということで、はいはい、あのミスフラッシュのグランプリになったと思ってやってください、はい、おあるじゃないですか、あの対決、そっか、舞台でミススパグランプリやし、ああもう先輩の背中を借りる気持ち、そういうことですよ。先輩はではないですけれども、はい、借りたいと思います。私が先輩ですからね、はい、はい、はい、じゃあやっていきますよ。皆さん大丈夫ですか、はい、どっちが良かったかコメントしてください、うん、じゃないと勝敗が決まりません、はい、負けた方は辛いラーメンを食べます。おお、じゃ あのどっちもコメントがなかった場合どうなるんですか。お、悲しい、言ってて悲しくなっちゃった。どうするんですか、逆にその場合は、はい、あの一番恥ずかしいポージング披露しません、ね、もうなかったからね、あ、もうないから、ないから、うん、もう YouTube に載るとしても、うん、お互いそうしよう、はい、商売根性じゃない、何商売根性って言おうと思いました。商売根性ではないなと思って、うん、そう、じゃあなかったらファンサそういうことですね、うん、そうです、そうです、そうならないように皆さんコメントね、はい、制限時間は何分ですか、お互い。制限時間はポケダンスで53秒まで、はい、でお願いします。はい、わかりました。ポケダンス53秒。前半後半じゃんけんしません、平等に。いや譲りますよ、ゲストさんだから。いやじゃんけんしません。いやゲストさんで先でいいですよ。あ、本当ですか、うん、あ、じゃあいただきまして、先行いただきまして、じゃあ堀子の53秒やって、でココアちゃんが53秒やって、はい、でその間、その1分6秒の間に来たコメントってことですか。いやもう全てのコメントだって、私が終わるまで分かんないじゃないですか、どっちが良かったって、はい、だからそのトータル1分6秒じゃないですか、2人でやると。あ、そうですね、そういうことですねいや私が終わった後でもいいですよ。あ、でもいつ食べるんですか、そしたら。いやだってその机の移動の、ま、終わるまで。あ、そういうことか、そういうことか、わかりましたわかりました、はい、あの、はい、大人の事情がある間に、はい、はい、わかりました、はい、ということでちょっと机の移動があるので、こちらの動画をお楽しみください。どうぞどうぞ。おー、まずはフィションシーズン13ロケ第1弾、イエーイということで今日はね、新メンバーの、はい、あの骨好みさんが加わって、なんだって、なんだって骨好みさんが新メンバーが、新メンバーかどうか怪しいよ、はい、だいぶ前からいるよ、はい、フィッシュのロケが始まる、今回はフィッシュの YouTube 始める、 YouTube が、はい、初めての骨好みさんが来て、今日はどうしたんですか、服装が。ちょっといつも違いますよ、かわいい、なんだっけ、トリコロールカラー。そうです、これね、かわいいからカツオに着ていくところがなかったんで、やっと今日日の目を見ながら活躍の場、はい、あとファンの方から教えてもらった極暖、はい、結構涼しいもんね、やっぱ山ね、だって白いビールで寒いですね、伝わってるでしょうか。寒くはないけど寒いです、はい、ということで今回はこちらに来ました
すごくね、力を自然が豊かで、うん、はい、川のせせらぎも感じ、鳥のさえずりも感じ、はい、こんなところで釣りができて幸せです。はい、はい、え、東京からどれぐらいできますか？これまで1時間15分ぐらい。しっかりしてる私。結構近いところでね、こう釣れる、うん、はい、今日何を釣るかというと、うん、ニジマスとヤマメを釣ろうと思います。はい、すごい。私は、うん、今日ニジマスは釣ったことあり、うん、ヤマメはなし。あれは、アユのつかみ取りしかしたことありません。すごいね、逆に。あ、つかめました、つかめました。今日禁止よ、握りは。握り禁止ですか？握り NG よ。え、でもちゃんとあの握る準備も、心構えも全部取り込めて。じゃあ、釣れなかったまま、釣れなかったらちゃんとこう、振り返ったのにコアです。ぷよばらボディ、堀かまみです。では、堀さんから。はい、音楽が、じゃあ止まったら教えてもらっていいですか？わかりました。はい。うわー、ちょっとぷよぷよしすぎですね。 OK でしょうか？ OK です。椅子も使っていきたいと思います。スタッフさんも OK でしょうか？いきます、ミュージックスタート。いただきました。お供入りました。打撃のお供で入ってます。これどめっちゃなんか気持ちいい。あ、いいですね。お、そうか。あ、やっぱり物音がね、セクシーですからね。はい、もう今スクショタイムです。スクショタイムですよ皆さん。サービスショットお届けしております。今堀好美さんの、見てください、この、ちょっとね、異変にも気づいてくださいね。下のね、あの、衣装が、あの、先ほど、セブンイレブンで買った、男性用のパンツっていうところにも気づいてください。言いたいんですが、これ、100均でちゃんと買ってきました。女性用パンツです。あ、女性用パンツになったよね。はい、330円。まさかの、私が、こう、スタジオ来た瞬間に、あ、終わりましたかね？終了！どうでしょう。よ、すごく良かったです。ありがとうございます。さすがですね、自信のあるグラビアポーズになってました。なってましたよ。本当ですか？表情がいいですね、やっぱり。いや、じゃあ次はミススパグランプリの見せ所ですよ。椅子はいりますか？椅子いります。はい、じゃあホリも実況しよう。ここら辺ですか？映らない方がいい。映ってもいいでしょ。はい、じゃあここにしよう。さあさあ始まってまいります、コアちゃんのポージング対決。ミュージックいつから始まるだろう。お、始まってます。ミュージックスタートって言ったら、ではそれでは行きたいと思います。準備はいいですか？はい、 OK です。それではミュージックスタート。ちなみにホリもミュージックは聞こえておりません。いや、まずあれ、始まってます、始まってます、始まってます。あー、いいよいいよ、いい肋骨。あー、かわいいかわいい。服が多いですね、いただきました。これでちょっとちっちゃい谷間をアピールしておりますな。キス顔ですか？キス顔今ちょっと MC のリスがどうか。いいのいいの、プリプリのおけつです、プリプリのおけつ。あー、いいわ、目遣いエッチですね。あー、もうこの見返り美人といえばコア。よいよいよい、あパート2いただきました。見返り美人コアちゃん。あ、これぞ猫ですね、さすが猫、白猫です。お、お、何を出す、何を出す、髪の袋、捨て猫ひ。あー、ちょっと哀愁漂っている感じが確かにある。ちょっとあの余裕のある表情すぎますよ。お、終わりましたよ、終わり、終了よ、早い、カン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 、早かった。はい、ではね、コアちゃんの捨て猫拾ってくださいということなので、はいはい、どうでしたか？いやー、ちょっとやっぱ映像でやることってなかなかないんで、はい、すごい放送事故にならないかと、はい、あとYouTube これね、載せた時赤番食らわないかだけを心配しながらやりましたね。そうですね、ドキドキですね、はい、ドキドキです。ということでコメントは来てるか、それもまたドキドキです。はい、みんなコメントしてくれよな。してくれよな。では一旦また映像に戻ります。机直します、机直します。バイバーイ、バイバーイ。こんな感じよっていうの、はい、
取れるか分かんないけど。取り取ってください。はい。はい。餌は何だろう。ブドウムシとイクラって言ってた。ブドウムシとイクラ。餌2種類あるんじゃね。なんかこの餌をどっち使うみたいなのも。それもちょっとね。超過に超過に関わってる。え、これって短くできるんですか、竿は。短くはなりません、多分。うん、あ、ならへんね。ならない。で、浮きを合わせて高さを。浮き短くしたい場合どうしたらいい？あの、糸をそんな出ないようにしたいみたいな。糸が、糸出る、出ない。高さあんまない。そう。深さだけじゃん。深さ。へぇー。こっから、ここが、川の入る深さだから。浅い方でやりたかったら、これをこっちにって下げる。じゃあちょっと上げとこう。多分上げた方が浅そうだから。あ、じゃあ落とした方がいいんだ。これの正解はわからん。そう。やっていくしかないんだけど。やってみないとわからん。はい。やっていく。3メートルが正解とかないから。そして、今日の餌は。なんか、魚の底になるんだか。え？これ久しぶりに見た。生きてる？久しぶりの最高。え、めっちゃ可愛い。やばっ。え、こんなさ、雲みたいなついてるの初めてなんだけど。はい、え、頑張って取って。うわー、キモい。あー、当てて乗せる。いや、いい。あとちょっと、持ち上げた、全部。あー、ちょっと渋滞してるよ。ちょっと渋滞してるよ。本当だ。すごい懐かしい動画でした。ういういしい反応のホリーって止まって、うん、パーって映る自分がこれなんでちょっと違和感がすごい。違和感がすごいですね、うんうん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、なんでね、グラビアやりたかったか、あ、そう、ポージングやりたかったかっていうと、あ、そう最近まであんま興味なかったんですよ、ポージングに。え、グラビアアイドルだけど。え、ちなみに最近っていつ頃の最近ですか？いや、本当にもうその沖縄行ってる時もそこまで。やばいやん、グランプリ取って、みんなの応援のおかげでグランプリ取ったけど、ちょっとポージングは別にみたいな。某女優さんみたいになってる、それ。で、そっからやっと最近、はい、あ、ポージングってめっちゃすごいなと思うようになって、うん、で、あの、魅了されたんですよ。なんかきっかけあるんですか？着物とかで、着物でもあの撮影があったんで、ありましたね、ポージングを見る機会があって、それすごいなと思って、あの、それ やっとようやくはポージング勉強しなきゃって。めっちゃ最近やん。多分あれ先月の中頃とかの話しちゃいます。本当ですよ。やばくない？やばいよね。やばいですよね。ちょっとグラフ、まあまあこれから頑張っていけばいいね、はい、ということでコメントいただきました、ありがとうございます。秋葉さんから、コアちゃん、堀ちゃん、こんばんは。今日は癖の強いコンビのトークが楽しみしかありません。イエーイ、グーダーチ。癖強いかな、うん、コアちゃんは結構癖強いですよ。いや、関西人にやりたくない。あ、じゃあちょっと標準語で今日頑張ります。いや、やめた方がいい。なんでですか？でもね、私たち小動物顔対決だから。小動物の顔の対決はちょっと今初めて聞いたんで。小動物として私はあの対抗意識を持ってる。なんで？顔だって、顔が小動物じゃん。あ、まあ、負けてらんないぞと思って、小動物側では。まあ、顔の系統で言えばちょっと否定できない。そう、うん、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。コアさん、このみさん、こんばんは。こんばんは。このみさんもフィッシュオン継続で相当釣りもお好きみたいですね。です。ご自身のタックルは増えましたか？お、またコアさんにおすすめしたいタックルありますか？あ、どうでしょう。タックルはあんまり多分増えてないです。ファンの方からいただいたものがやっぱり多いので、はい、その釣りって言ってもそのレンタルでやっぱり、まあ、その釣り道具はその自分の好きな釣りを分かってから買った方がいいっていうのを、はい、もう安い大先輩から言われて、あ、じゃあまだだなってことですか？そうなんですよね。なのでブラックバス釣りの意識はファンの方がくれたので持っているのと、はい、あとは事務所の社長がちょい、はい、あの釣りするんでちょい釣りを、めっちゃいいじゃないですか。堤防とか川で釣るような、あの、それこそ渓流釣りとかする時用の釣り竿をくれました。おー、うん、優しい。もらってばっかり。そう、増えてるじゃないですか、2個も。え、でもそれ前からあったんで。前からあるんだ。 そうそっから増えてない。増えてないです。おすすめもじゃあまだわからない、うん、今カワハギに目覚めそうだなってことずっと言ってるんですよね、うん、暴れないし餌も臭くないし、うん、すごい美味しいし、うん、美味しいし、わかりますけどね。フグはやっぱ超過ゼロだったんで、ちょっと、ちょっと私めっちゃ釣れたもん、フグ。うるさい。時期が悪かったんで、堀は。うるさいじゃないよ。うるさい。あ、じゃあ次ちょっとプライベートでタイ行きません？
あ、タイいいですよ。プライベートで釣り行ったことないでしょ。そう、それがあったんだった、はい、そう、プライベートで釣り行ったことないから、あの、なかなかで私を連れてくには。でもコアちゃん突然誘ってくるんですよね、いつも。うん、それはね。でも堀は結構そのもう直前でこうスケジュールバーって埋めていってる、もうすでに埋めていくタイプなんで、あ、空いてないんですよ。でもさ、ちょっと1週間前から予約制ですよ、堀。あ、下手すると。早い。え、嘘。早い早い。明日どうで。それもあのあれじゃないですか、あの社会不適合者の誘いやっぱそうだよな、うん、やっぱそうですよね。社会適合できるタイプの人間なんで。できなさそうでできてんだ。めちゃくちゃできなさだけどできてるんですね。やっぱ長女なんで。まあこれが次女やったらちょっと難しかったかもしれないです。そこなんですか、そんなに兄弟構成大事。うん、やっぱそうやってあの炭治郎も言ってた。あ、そうなの。うん、鬼滅の刃の炭治郎も長男だから我慢できた。あ、そうなんだ、うん、ワンシーンで。私も一番目だったかな。そうですね、一番目ではないですね。、はい、見るからにね。ユーニーからコメントありがとうございます。ありがとうございます。女芸人2人で何をやってるんだ。おい、まあちょっとジャンル的には自分では芸人じゃないって言いたいですけど、こう扱い的には芸、あ、なんか、ね、芸人だよ。いや、お前もだよ。お前の方がだよ。いやいや、違う違う違う、私あのちゃんとあれですから、ちゃんとできますから。いや、あのね、本当に大阪の血がねすごくてですね。この間ね、あの渋谷に一緒に行く時があったんですよ。あー、はいはいはい。そしたらバクロバクロ。、ね、あのアイドルの男性アイドルの方に話しかけ、ね、はい、なんかあのアイドルのイベント来ないみたいな話しかけられて、はい、堀さんが、はいはい、そしたら、いや邪魔だからみたいな。あー、言いました。すごいんですよ、えって思って、はい、だって でもそう、おい邪魔だよみたいなこと言って、そしたらなんかブッスみたいなことを言い返されてて、ブッスブスみたいな言われて、怖、そっちも怖って、はい、で多分それに対して堀、おめえがブスだよって最後言いました。いや、やっぱ関西人強えと思って。これは理由があって、はい、まずその私コアちゃんとそのオムライスを食べに行こうと思ってて、予約の時間が迫ってたんですよ。そう、でしかもスクランブル交差点って結構信号チカチカするじゃないですか。そう某渋谷だったんで、そうで待ってる間にもその点滅してるから行かなあかんのに道を塞がれた、もう邪魔と思って、邪魔やねんと思って。でもそれすぐ出んのがすごい、言っちゃって。であとちょっとこれはね、やっぱ東京来てちょっと一つ傷ついたことなんですけど。傷ついたこと、はい、最初に上京してたの頃に私池袋に住んでたんですよ、はい、あのその時にその池袋でそのやっぱナンパとかキャッチが多いじゃないですか。あ、池袋、ね、スカウトとか人が多いしね、怪しいスカウト、はい、で無視してたら、はい、ブスが調子乗ってんじゃねえよ、死ねえって言われて、それも堀カッチンできて、お前が死ねえ。さすが、今気持ちいいもん、今聞いてて。今ピー入りますけど、本当にですよ。丸なるんですよ。もう本当本当本当っていうぐらい、やっぱでも東京それぐらい気を張ってないと食われる、社会に食われる。いや、なんかね、ブスっていう風に言われがちなの。あ、ブスってですか、うん、いやそんなことはないですよ。自分ではどう思うの。え、自分では中の上ぐらいやと思ってあのやっぱ生きてきてるんですよ。リアル、そうリアル。そうでもやっぱさ、あの芸能界に入ってくると中の上では勝てないんですよ。全然勝てないんですね。やっぱもう上の上、天井人みたいな人らがいっぱいおる中で、やっぱこう、いや堀はでも何でもできるぜみたいな、来たらもうポキ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 みたいな。そりゃそう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 、そうっていうこともいろいろありつつ、まあ強く、まあでもだいぶ丸くなりましたよ。でもね、ほんとよく見るとめっちゃ可愛いかもしれないんですよ。あの愛嬌ある顔してますね。え、そう、うん、でもね、よく見てほしいってわかる、自分でも。んよく見てほしいしよ、顔なんかパッと見じゃなくて。おー、でもね、ちょっとこの顔ちょっと堀はあの嫌な部分がやっぱ何個か。じゃあやめよう、それやめよう、うん、でもこのやっぱそれやめよう、うん、好きな人は刺さる顔をしているなと思います。うん、うん、ありがとう、応援してくれてるみんな。あ、そうだ、ペヤング、ペヤング、あ、いい匂いがする、いい匂いがする。ペヤング出てた。準備 OK されてるけど勝敗ついてるね。そう、勝敗ついてないよ。じゃあ第2バトルいきます。え、第2バトル行くの。え、この床に落としてしまった。これで第2バトルじゃないんですか、コアさん。これで締めるからさ、一旦さ食べようよ。あ、本当ですか。じゃんけんで。じゃんけん、それはさ、お互いコメントがなかったから不先輩ということ。いや、もうじゃああれにしよう、あのもう本当に A さんに決めてもらおう。あ、これと、これで勝敗決めよう。え、嘘ね。これで何もなかったらどうすんの。これで何もなかったら、あ、じゃあ、あの A さんに、スタッフの A さんに決めてもらいます。はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。あれムーシュさん素敵な、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。素敵な2人のグラビアモデルさん、こんばんは。撮影の時どんなことを気をつけてる。あー全然聞いてない、全然見てない。忙しいんですよ。忙しいとかじゃない全然私たちの対決誰も見てない、誰も需要ないってことで分かったから良かったですね。いやでも YouTube で伸びるかもしらん。良かったです。そうでもこれは勝敗 YouTube に持ち越し持ち越し誰も見てない、やめて心が痛い今。もうじゃあスターさんが、はい、いいですか、決めてもらっていいですか。あれ、ドローでもありです。ドローはどっちも食べます。食べます、はい、ということでもうスターさんに決めてもらいます。かわいそう、痛いわ、なんかもう心が寒い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 。え、それお暖房上がっちゃうから、そんな言ったら誰かコメントしろよちょっとおいおい、まあそういう日もありますよね。そういう日もあるか、うん、ちょっとあ今話し合ってるみたいですね。あ、じゃあムッシュさんのあれですよ、どんなこと気をつけてますかっていう、なんかありますか。グラビア新人撮影の時どんなこと気をつけてるか。はい、私はですね、はい、表情を気をつけてます。お、例えばあんまり歯茎が見えないように。え、なんで。あ、コアちゃんの笑い方好きですよ。なんで。なんか口がハート型になるのが可愛い。そうそう、それやなの。あ、そうなんですか。やだやだ。あ、やっぱ人の自分がいいなと思うところはその本人にとってコンプレックスっていうのは結構あるんですね。今発見。え、私すごいやだ。え、でも売れてる人って結構その ハート型になってる人。そうなの。でも女優さんは確かにこう普通そうでしょ、そう笑ってる人多いですけど、やタレントさんっていうと、おお、じゃあ堀子のミアドで喋りましょう。はい、お願いします。勝敗決まりました。本当に辛いの苦手。あれあれ、なんか、あはい、この何が原因は、勝敗のポイントありますか何が原因は。私頑張ったよ、ね、この、はい、いいよ、ペヤング食べるよ。この表情からちょっとお察しいただけると思いますけど勝者は堀です。勝者は勝者、オーイェイ、ふぅー、ミススパー、ふぅー、はい、勝率は悪くても情熱はある感想やんくそー、じゃあペヤングください。はい、もうペヤング早く終わりにしたいから。あれでも、あれでもあれ自分から振ったんやん、なんで堀なんですかって。え、そう、でもペヤング食べながら聞くから。あ、本当に聞くの、うん、見るんじゃなくて見るから、ペヤング食べながら。うわー、ありがとうございます。うわー、あ、でも意外に見た目は普通ですね。見た目は意外にペヤングの激辛なんですけど、うん、なんか匂いは普通に美味しそうな匂いしてます。ちなみに地獄っていうのもあったんですけど、うん、恐ろしすぎてやめました。え、やっぱそういうところで芸人根性出していかないと、うん、いただきますね。あ、全然普通、全然普通だ。え、匂いは普通、ちょっとむせそうでしたよ今。いただきます。あ、いい ASMR ですね。あえ、もっと顔かも、あー来た、うわー、食レポ食レポ練習してるやん、いつも。口の上が痛い。あ、上顎？上顎が痛い。なんで？香辛料。あ、香辛。今火が出そう。今唇が赤くなってきてる、確かに。かわいそう。うわ、いや、いらない。いや、これ次の第二バトルに残してきます。第二バトルに残してる。うん、イエーイ！でも、ホリ食べたことないんですよ、激辛ペヤング。え、ちなみにで？ちなみにで、なんでホリが勝ったんですかね？なんででしょう。やはり即席。そこそっかコメント届いてそうです。だからこれ一緒なんで、お揃い偶然持ってて、これ私、これが普通なの、これが普通で、これですよ、なんか長州さんみたいなパンツ履いてるんですよ長州さんのパンツでなんで勝つの、勝敗が長州パンツこの330円、100均なのに330円のパンツふざけんなよ、なんで長州パンツで勝つんだよ。
ムシュさん、なんかわからんけどドローで。うわー遅い。うわーもう遅い遅い。仕方ない。遅い。なんかわからん。いやいいですいいですムシュさん。あのさっきまでグラビア対決をしておりまして。そう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 。はい、それでね今勝敗でそのコメントでどっちがあのいいっていうのが多かったかで激辛ペヤングを食べるというねちょっとミニコーナーでしたね。コーナーでした。はい。でも本当需要がないってことは分かりましたね。この間もそうあの私、うんうん、ピロミさんって方と水着早着替えやったんですよ。うんうん、あんま再生回数回らなくて思ったより。あれサムネじゃないですか。サムネですかね。だからサムネ私らの時はちょっと谷間アピールでこれそうしてもらいましょう。そうしてもらいましょう、うんうん、すごいそれがなんか残念すぎて、うん、体張って、うん、あの水着着たんですよ、うんうんうん、あの細い水着にユリアンさんの、うん、あれであの再生回数1000回回ってなくて、うん、あの本当に回して目標は何回だったんですか。で大体コーチのラジオが何回平均かによるんじゃないですか。いやでもマックスで2000今んとここの番組になってからはね超えていきたいね今日は。超えていきたいですよ。ちょっともっと谷間アピールした方が脱ごう脱ごう。そうですね、やっぱそう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 。ちょっとじゃあもう一回ぐらいラーメン食べるわ。そうやっぱちょっと脱があちょっとこれあいつだわ。じゃあもうなんか暇さえあればラーメン食べるわ。それはどうなん。もう暇さえあればあのウインク投げキス谷間アピールでいいんじゃないですか。あえ今見ました。うわなんかやだかわいそう。え今見ました。こうやってこうやったらプルンって揺れたんですよ。それだけです。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って事故りそう事故りそう。あ全くプルンなんてなんない。あちなみに惚れ好みあの父ソムリエではないんですけど父ソムリエっぽくコアちゃんの胸のサイズ当てました。いやうるさい、ね、さっきあの控え室でうるさい。いやダメですか。チャッピーしたよから。全然ダメ。私おっぱいしか尊敬してないですからね。えでも私のこの小動物の顔を敵視するぐらいにはいいと思ってるんじゃないですか。そうですよ。ちょっとワンタッチ1000円谷間に入れなきゃいけないものですよ。私の谷間。ということで次のコーナーいきます。はい、くだらないことを語り合おうのコーナー。よろしくお願いします。お願いします。ちなみになんでこのコーナーが できたんですか。やっぱり大喜利頑張りたいってことで。おお。やっぱね、はい、大喜利ですからね。大喜利私なんか打ち合わせで聞いてた時大喜利やるって1ミリも聞いてないんですけど。ということで今日はあ、はい、コメントいただきました。こんな感じでねトークネタを用意してきました。7個。中身見えてないよ今。ありがとうございます。あコメントいただきました。ユーニーさんからありがとう。ユーニーコアちゃんの尻可愛かったからコアちゃんの勝ちって今頃。あ今頃今頃だよ。食べちゃった。ちょっとまあ嬉しいけどね。おでもポセイさんからホリホッコリビーム来てるからこれはある意味これもドローだ。結局ドローだいいぞ。でも今日コメント来てる方じゃないですか。わかんないですけど嘘ですか。あ そうでもない。あはいすいません黙ります。こんな感じであのね用意したので、はい、これについてトークをしたいと思います。ドゥル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 。えこれから。はいどうぞ。これ私が弾いて2人で喋る。あの同じ話題を1個ポンって言うんですか。うん2人で喋よう。よかったです。じゃあ俺のターン。ドロードロー。はいドローって何。え遊戯王知らんタイプや。あわかんない。最近の嬉しかったこと。お最近の嬉しかったことか、はい、なんだろう。なんかあります。最近の嬉しかったこと。最近の嬉しかったことはですね、あ、はいはいはい、私パチンコ満発出ました。え満発って何。パチンコって1円パチンコと4円パチンコがあるんですよ、はい、それは1玉1円か1玉4円の価値があるんですよ、はいはい、で、当たりが出ると、はい、その例えば1000当たり、パチンコで当たりました、はいはい、それで1000円1000玉出ますってなったら、はい、1000かける1000あの1が1円パチンコで返ってくるお金、はいまあ、ざっくりですけどね、はい、で4円パチンコだったら倍の4000円返ってくるんですよ。あすごいすごい、はい、それで堀が2万8000ぐらい当たってあの玉がね玉がです玉が分かんない分かんない玉がはいそう玉が2万8000ぐらい出てかけるそれの4倍、はい、でトータル11万7000円勝ちました。えすごっ帰ってきた。それは嬉しい。でそれでその月の先月なんですけどちょうど、はい、先月の支払いができました、はい、支払いあのそれがなかったら私今月赤字なんですよ。マジ支払いにあの
いや、天ぷらすぎる。実家に電話しないといけないレベルで、ね、実家が太いからってさ、はい、あ、太くない太くない太くない本当におばあちゃんの年金に頼るしかないと思ってたんですけど、最低な孫だなこのパチンコが当たったおかげで、あの最後その引き落とし終わって口座見たら2万円だけ残ってて、はい、え、あ、すごい、よかったみたいな。すごい、だから、ね、3万が11万になったってことでしょ。いや、3000円が11万7000円になりました。すごくないですか、はい、すごいんですよ。めっちゃ夢ある。そうそうなんです。あのちなみに当たったのはソードアートオンラインという SA、 略して SAO なんですけど、はい、アニメの、まあ、もともとラノベ、ライトノベルなんですけど、はいはい、それがアニメ化されて、それのパチンコが今最新代であって、はい、それスマートパチンコって言って、その玉が、はい、あの出てこない、ジャラジャラって出てこなくて、パチンコの回し物かな、画像にめっちゃ出てくるみたいなパチンコやりました、はいはい、当たりました。回し物ですね、はい、パチンコのね。え、パチンコやったことあります？ない。じゃあ一緒にデビューしましょう。うん、3000円で1パチで3000円で当たらなかったらやめましょう。そうですね、はい、3000円の上限かな。そうです、多くても。いや、基本あの普通はそこです。あ、そうなんだ、はい、逆にそれが4パチになるとかける、あの4倍、はい、ああ、そういうこと。そう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 、の予算でいかない、1万2000円でいかなきゃいけない。そう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 、あ、きついきつい。逆にその1000円で 100回転しなかったらやめた、うん、向いてないからやめた方がいい。あ、そうなんだ。その代は、はい、って言われて私は教わりました。意外にあれなんですね、はい、ちゃんと上限は決めてる。そうです、大事大事。コメントいただきました、ありがとうございます。レビスさん、ありがとうございます。おー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、堀ちゃんがいつの間にか女子プロレスラーになってたんです。違う、スレンダーの横に並んじゃってるからガタイがよく見えるだけです。スレンダー、見て顔の大きさ一緒だよ。おー、そう、ね、ほら、プロレス、まあ、ムチムチだからじゃない。そうなの、あの本当に肩幅がえぐくて、いや、ムチムチなんよ。ムチムチ、うん、はあ、痩せよ。あ、ほら、もう二の腕がコアちゃんの 1.5 倍ぐらいある。ちょっと頑張ります。でもおっぱいもその分あるからいいんだ。うるせえ。次、お食事男子さん、初見です。はじめ、はい、ありがとうございます。はじめまして。ちなみにオイラは玉を2つ持っています。お、いいじゃないですか。いいじゃないですか。うん、いいじゃないですか。そうですね、はい、そうですね。でもやって、こうやってさ、あの初めましてさんでコメントくれることがまず嬉しいじゃないですか。嬉しいです、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。もう玉がなくならないことを祈ってます。そう、いや、たまにいらっしゃる病、あの私の知り合いとかだったら病気で片っぽなくしましたとかいう方とかいらっしゃるし、はい、うちの弟も幼少期にその、はい、本当に 2,3 歳とかで片方が体の中どっか行っちゃって、ちょっと待って、怖い怖い。いや、これ本当に何の話してんの。あの入院して、あのちゃんと元に戻したっていうこともあるぐらい、やっぱ繊細なものらしいんで、切り飛ばされないようにね、はい、お食事男子さんはあのその玉をご賞大事にしてください。はい、ポセさんから、5万発出たことあるよ。すごい。だから4発だったら20万です。すごいすごい、かっこいい。かっこいいの、一部課金運がいいんでしょ。運がいいでしょ、まあ、そう、一部課金。ムーシャさん、セクシーなのかお笑いなのかどっちかに寄せた方がニーズありそう。どっちがいい、どっちがいい。今この脇を見せることによって脇フェチに刺さると思ってます。どっちがいいかな、どっちがいいかな。まあ、お笑いか、まあお笑いの方がさ、需要ありそうだよね。笑いとエロスはどっちも不滅ですからね。うん、うん、笑いなんじゃない。マジ楽しくや、まあ楽しくやっていきましょう。じゃあね、あ、やばいね、次行っていいですか。あ、いいですよ。じゃあ私行きます。はい、ぴょんぴょん。プチ暴露話。おー、おー、じゃあこれ私行こうかな。あ、うん、なんか、はい、あ、じゃあほんとすぐ終わりますよこの話は。そう、よく、うん、よくっていうかね、前グラビアアイドルさんが来てくださった時に、うん、いちごのパンツ履いてそうだねって言われたんですけど実際履いてます。あー、以上。あー、そういう感じか、暴露。以上です。あー、あ、ちょっと私まだありますよ。でも、じゃあもう、言います？あ、思いついたんですか？あ、一応思いつきました。じゃあ先どうぞ。あの、私嫌いな方の SNS ずっと見てるタイプです。うん、なんで？あと、絶対見ない私。あの、悪口とかツイートされてたらスクリーンショット撮ってます。え、なんで？陰湿な暴露。え、それ本当にやめた方がいいんだよ。
あの絶対にあの自分と同じ、はい、あの嫌いな人の SNS は見ない方がいいって心理的に、私あの心理カウンセラー目指してるんで。突然、はい、人の気持ちがわからないことで有名なコアちゃんが逆にね、闇がちだからそういう人に寄り添いたいなと思って、え、本当見ない方がいいよ。なんで見るの？あの私結構変わってるんですけど、その怒りを糧に活動するタイプの人間だったんですよ。今はちょっと落ち着いてますけど、うん、なんか前言ってましたね。そうので、あのアイドル時代とかあのグループでやってた時は、そのファンの方、うん、あの別の子のグループの別の子のファンの方が、はい、あのグループショットを掘りだけ切りの撮って、はい、あのこいなんかその写真をやっぱこいつがいたからうちのグループはダメだったとか通知されて、で、あとはなんかこなんかそれになんでそんな切り取ってるんですかって言ったら、このゴミが写ってるから切り取ってるに決まってんだろう、今でもスクショ持ってます。なんでそれが楽しいの？いや、ワンチャン情報開示請求っていうか、その奨学訴訟とかしたらお金返ってこない、お金もらえないかなみたいな。あ、そうなんだ、はい、っていうそっちの発想でございます、ね、すごいですね。からやっぱその悪口とか言われ、誹謗中傷って今お金もらえるんで、まあね、はい、いくらかだけね。まあでも30万でもちゃんとできたらだけど、うん、あ、それ大丈夫です。そうなの？それはもう堀の後ろはもういっぱいいるんで、弁護士が、いい弁護士いんの？いい弁護士は紹介してもらえば多分いると思います。わかんないけど。じゃあちょっと私も言いたいこと言っていいですか？あ、何ですか？ちょっとね、プチ暴露話で、はい、あの最近ね、はい、金魚飼い始めました。またまた、え、なんで最近殺したじゃん2匹。最近、そう、あのロンドン金魚1号2号飼ってて、はい、それがちょっとね、うん、お互い死んだ、そう、2人ともね、はい、お互いいなくなっちゃったんですけど、はい、最近ねまた飼い始めて、命を。でもマネージャーに、私結構厳しいんですけど、マネージャーが、はい、お前は絶対に金魚飼うなって言われてるんですよ。やばいや、で反抗してる。で、今これ見てるか分かんないです。マネージャー、あの連れ去るならば旧江戸川あたりで沈めましょう。なんでだよ。はい、いいと思います。コメントいただきました、ありがとうございます。あ、2個しかできなかったじゃん。じゃあ最後、え、ムッシュさんから、オイラはセクシーの方希望だそうです。お、コアちゃんの下ネタに期待。下ネタ期待、堀ちゃんのお胸がプルルンしてるのもとってもいいよ。ありがとうございます。コメント。やっぱりあのもうエロジジ、男の子やな、男の子やな、エロチジって感じですね。コメントで。ムッシュさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お食事大さん、心理カウンセラーってのが一番の暴露話、そうかな。まあでもあの、でもね、これもちょっとびっくりしたから。あ、そう、うん、なんかそういう人のあのね、寄り添いたい、自閉っぽい人の寄り添いたい。私あのそれ一部切り抜かれて TikTok とか上がったら大炎上するタイプの発言でしたよ。大丈夫ですか？そう、おお、まあ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 、はい、今日あとね5個もね、はい、トークネタあったんですが、ちょっと先に、はい、あの違うやつがあったんでそっち行きます。はい、はい、さくらんぼのヘタを口で結ぼうのコーナー。これはなぜかっていうと、さくらんぼのヘタをあの口の中でこう結べるとキスがうまいということで、はい、そうです。あの堀の持ち込みネタです。そう、持ち込み、なんでかっていうと、いただいてきました。コアちゃんが今回はグラビア系をやりたいってことだったので、うん、あの堀好みが過去にやった、あ、そう、果物つぶしとかもね、いろいろ、そうそう、あの過去 YouTube、ね、あったんですけど、糸、あの今回はちょっと季節柄ね、さくらんぼの方がゲットできなかったので、今回はさくらんぼのヘタに見立てて赤色で2人で、2分1、あ、これだったら2分ぐらいでいいんじゃん。もう1分でいこう。1分でいこう。30秒でいこう。30秒、うん、あ、じゃあ今から30秒でヘタが結、あのこれが結べなかったら、こう、あの負けできなかった方が、はい、ペヤングです。では、はい、30秒カウントお願いします。いきますよ。で私ほんと初めてですからね。堀さんやったことあるから。私40秒ね。あ、もう一回やろう。え？あれ？ん？え？さっきできてたよね、堀。うん、どうするの？え？待って、両方。あれ？何を言ったじゃったよ。どこどこ。まだやる？どこ？え？
どういうこと、どうやってやったの、さっきね、堀さんだけやってもらったらできたんですよ。私はやってないんですけど、さっきめっちゃ早く20秒ぐらいできちゃうんですよ、うん、どうしたの、教えて欲しかったのまさかのできてない、え、さっきどうやってやったの。ということでね、皆さんどうしようか、この絵面はどうでしょう、この絵面は、はい、あ、ダメ、ちょっと待って、2人ともできないじゃん、どうしよう、さっきできたよね、20秒でできてたよ、もうさ教えて欲しかったのに私は、え、あ、まあちょっとどっちもできなかったということで、最後あの YouTube、 あの最後動画撮ってね、やろう、できるまで後でやろう、後でやります、こんなことある、これマジで全然ダメじゃんもういただきます、え、うん、うちも意外に傷つきちゃった意外に、あーダメだ、やっぱあー途中まで行けんのにな、はい、あ、はい、じゃあいただきます、どれぐらい行った方がいいあ、いっぱい行った方がいい、意外にあのそこまでの辛さじゃない、今までの堀さんにもらったカレーの方がおあの辛かった、うわー癖になるかも。お食事男子さんから、下手を食べたらキスが上手ってやつ、50年ぐらい前からある都市伝説なんで、そうなんですね、思ったよりエロいになってる、ありがとうございます、褒め言葉ですね黙々と食べてるじゃん、全然大丈夫でしょ、めっちゃうまいめっちゃうまい、もうどうすんの、え、どうすんの、全然これできないし、なんかペヤングももっと辛い方が良かったし、絶対、あ、でもね、あのちょっと言いたい、これ食べた後にあのほあのこのお酒飲むとバリまずい、あ、酒がね、酒がまずくなる、酒がまずくなる、ということでこれちょっと後で練習します、ありがとうございます、コメントいただきました、村下さん、それってもっと短くして端っこを輪っかに通さないとできないんじゃない、桜もの下手は5センチぐらいでしょって、そうですね、でもね、さっきこの長さでできちゃうんですよ、だからわからない、そんな感じでね、こうしてあのゆるい日でしたね、今日も、うん、じゃあ次さ、大喜利対決やりましょうよ、今度は、うん、あ、できたあれ、ほどけた、ほどけた、できたのに、まあそうですね、しっかりしてよ、めっちゃコアちゃん厳しい、自分もできなかったくせにさっきできたのできないんだもん、自分もできたくせに、さっきできたくせに、じゃあちょっとあとね、うん、告知ありますか、あ、私4月13日フィッシュオン、あ、違う、私、そうです、こちら、セッション撮影会に参加します、フレッシュの、あと少し、はい、あと少しです、4月13日の2時から23、はい、あ、22時までやりますので、はい、全部水着でございます、ぜひ遊びに来てください、はい、遊びに来てください、あと5月4日はね、神奈川県でも撮影会がありますので、そっちの方がね、ちょっと動員結構重要なのでよろしくお願いします、お願いします。お願いします。秋葉さん、というわけで次の M1 に2人出てください。じゃあ M1 出るときはどうもさくらんぼ姉妹ですとか言ってやります。うん、これでこれやって、これできるようになってね。うん、で予選敗退ですよ。本当だよ。はい、そして私はですね、4月23日の火曜日に TGIF TIFF のグラビアバージョンに出ます。そちら TIFF から TIFF 会場からミクチャで配信でお届けしますので、皆さん今事前アテナチェキがチケットで販売しておりますので、ぜひぜひお願いします。50枚完売で、なんとシュープレに3人乗れるかもっていうチャンスとつながっているっていうものなので、絶対50枚完売したいです、お願いします。こちらです、東京グラビアアイドルフェスティバル2024です、よろしくお願いします。そして次にデジタル写真集が生まれました、1人目が生まれました、イエーイ、ミステリアスガール、こちらもぜひチェックお願いします。 Amazon とかいろいろなところで売ってます、ありがとうございました。告知。ずっとやってるけどずっとできないよ。もう。なんでできたんだろう、さっき。
一発目だったから。バーン。できてる。イエーイ。どうやったの？え、見てなかった。そーらー、ほら、ちゃんと来ましたー。みんな見てた？はい、こういうところで見せれる堀好みでした。それじゃあ皆さん今日は見てくれてありがとうございます。ゲストの堀好みでした。